アロハ、ハワイの若手番です。今日は今年、買ったワイキキパニアの部屋の、前に来てます。リフォームが終わったんで今日は360ビデオでお見せしちゃいますね。それでは Let's go inside。 ザンザンザン、どうですか？本当にオリジナルの部屋を買ったんですけど、アイランド取ってキッチンやり替えて、床をやり替えて、あとタイルとか貼ったりするのを、難しいところですね、時間かかるところ全部今回お願いして、その後残り、例えばこのキャビネットの塗装とか、もちろん壁の塗装、そして、今回頑張ったところといえばここですね、バスルームのバニティ、見てください。これ木を入れてステインして、でさらにコーティングしたんで、全体的な、なんていうのかな、ファームカントリーモダンみたいな、ちょっと味わいあるけどモダンみたいな。ここのバスルームも、タイルだけ貼ってもらいました。でも棚とかは自分たちで板買ってきてステインして貼ったんですよ。今回のテーマは、まあ、安く自分たちでどれだけリフォームできるか、ほとんど妻がインテリアコーディネートしてくれて綺麗にしてくれました。どうですか、オーシャンビューの部屋。座ると最高ですよね。海を見ながら朝のコーヒー飲んだり、夕方シャンパン飲みながら子供がプールで遊んでるのを見る、もしくはワイキキで雷してる人を見ながらしっかり飲むと最高です。こちらソファベッドになってます。フルサイズかな、1人もしくは2人、あとはクイーン2つなんで6人ぐらいかな、泊まれるようになってます。今回の節約ポイントでここも、アイランドまた別に作らないで、もうこういうテーブル置いちゃう、この方が絶対安いですからね。あとは何かな、あ、そうそうそう、ここ僕ケーブル隠すの最近好きだから、ここにケーブル通して、まあ、下から出してこの辺にも全部機械みたいなごちゃごちゃの持ってきて、将来的にはここにちょっとまあテーブルなんか置けたらいいなと思ってます。よいしょ。あ、ちなみに僕が描いた絵を夢が飾ってくれました。ありがたいですね。よいしょ。ちなみにあそこのベッドボード、ベッドのヘッドボードですね、あれは妻の手作りです。今回は、かなりリユースした家具もあります。例えばこれ、もともとワイキキバニアンの、あったやつを色塗って妻がタイルを貼りました。向こうも色をスプレーしただけですね、あのベッドサイドのテーブル。あとこれなんかもともとバニアンにあったやつ白く塗っただけです。まあ、ちょっとお金を節約しつつどれだけ綺麗にできるかっていうのをちょっとやってみたんですけど、なかなか良かったと思います。Airbnb に出てますから、ぜひ泊まってくださいね。それでは、Until next time. マハロ。GoPro stop recording.